はい、どうも、ひろでございます。来ましたね。いろいろ。いっぱい来たんですけど、とりあえずこの動画では、パックとかは、とりあえず置いといて、フェノミナルパス、3選手、紹介、使用感の方解説していきたいと思います。ペドリ、ベルナード・シューバー、シャビ・シモンズですね。3人とも、獲得しました。80回、ん?だから70回できた。結構、でかかったですね。はい。ということで、レベマと、それから使用感、そしてフェノミナルパスってそもそも何なんだっていうところからね、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちら、上から3番目ですね。フェノミナルパス。体をひねりながらのパスやアクロバティックなパス時に、より正確な強いキックができますということで。まあ、フェノミナルフィニッシュのね、パス版っていう感じですよね。こちらフェノミナル、体をひねりながらのシュートやアクロバティックなシュート時により正確で強いキックができますと。同じですね。はい。より正確でっていうところがね、結構大事で、まあ、パスズレしづらくなってます、かなり。はい。なので、強いっちゃ強い。ただ、まあ、そんなにね、パスズレと、そんな、体が体勢悪い時にパス出すかっていうと、まあ、そんな出さないので、気にしないとなかなか出せないし、使わない、スキルになるのかなと思います。はい、ということで、じゃあどういう時に出てるのかなんですけど、まあ、今これペドリと、シモンズと、ここにベルナード・シューバーいますね。はい。例えば、ペドリで上のネイマールにパス出したいよって時。これですね。うん。こう、後ろ向きから、これ今前向いちゃってますね。ベルナード・シューバーでも。これはヒールトリックですね。ちょっと、ま、これの、このようにですね、なかなか、発動さ、あ、これ発動させるのが難しいんですけど、今みたいに、体、あ、これですね。体をこうひねりながらのパス。これはちょっと違いますね、また。これです。このパスが、かなり、ずれづらい。いきますよ。これ。これです。これが、ずれづらいです。ということで、スカットに入れた3選手のレベマ総合値からまず紹介していきたいと。思います。まず、ベルナード・シューバーから行きましょう。タレントデザイン紹介。パス8、ドリブル8、クイックネス8、脚力12。この上げ方で、行きました。まあ、シュートとか振らなかったんですけどね。本当は振りたいですね。はい。で、スカッと入れると、こんな感じですね。僕はまだ、シャビ・アロンソ監督使ってますね。こんな感じで、瞬発力が上がって、はい。こんな感じになってます。まあ、パス数値はかなり高めですね。はい。キック力も86と。いい感じですね。まあ、ベルナード・シューバーの弱みはね、どうしても逆足が頻度がやや低いで精度が普通なので、まあ、ここがどうしても、うん。右足でパスするとどうしてもずれちゃうって感じですね。はい。で、軸裏ターン、ワンパスルパ持ってミドルシュート持ってるよという感じなので、まあ、シュート系と、あとダブルタッチとかね、つけてあげるといいんじゃないかなと思います。てか、ベルナード・シューバーダブルタッチ持ってないの意味わかんないけどな。絶対持ってるでしょ。ベルナード・シューバーはね。続きまして、こちら、ペドリですね。プレイメーカーなので、まあ、個人的には CMF で使うよりは OMF で使うのがおすすめ。と思って、OMF を、で、使うことを想定した育成になっております。シュート2、パス8、ドリブル9、クイックネス9、脚力10。こんな感じで上げてます。はい。で、こんな感じですね。まあ、かなりパスに振ってみようと思って、今回のペドリ、育成しました。まあ、パスもうちょい抑えめにして、決定力振って、でもいいかなっていうのは正直なところ、思っております。OMF で使うならね。はい。で、追加スキルは、こんな、追加スキルはこんな感じですね。で、追加スキルの、まあ、おすすめはワンシューかな。まあ、まずワンシューつけたい。あとはライジングとかつけてあげればいいのかなっていう感じは、しております。まあ、個人的にはシザース。シザース強いですからね。はい。で、あとは、エラシコつけてあげると、特殊ダブルタッチになります。はい。で、逆足最高最高で。このペドリはね、フェノメナルパス同行の前にね、普通に強いです。はい。で、アグレッシブネスも70、守備意識も71で初期数値であるので、なんか割と前線でね、かっさらうとこかっさらってくれたりとかしてくれそうな感じですよね。はい。普通に強い。そして最後、シャビ・シモンズ、2列目からの飛び出し。まずね、ポジションがいいです、めちゃめちゃ。できるポジが多い。真ん中、そしてウィング。CMF から CF までできる。フリットみたいだね。はい。こんな感じです。で、タレントデザインがこんな感じ。パス4、ドリブル14、クイックレス8、脚力10。こんな感じで上げました。まあ、正直、決定力、ちょっと振りたいなと思ったんですけど、まあ、それ以外の数値
で、こう使用感、ボールを触った時の使用感を大事にしたいなっていう育成にしました。ただ CF で使うことを想定したら決定力上げてあげたいなっていう感じはあります。でもね、これ結構強いです、このシャビシモンズ。はい、ということで使ったシーンをね、ちょっと見ていただければと思います。はい、まずこちらペドリですね。ここでバンパー、まあこれは関係ないですね。ペドリミナルパス、これ最後フィニッシュしっかり決め切ったシーン、まああの決定力でもしっかりこのシュートは決めれる。ここでしっかりスルーパス出してマイナス入ってきたところにペドリ、うん、これプレーメーカーじゃないんですからね。 OMF なので外れてるのでしっかりボックス内入ってきてくれます。はい、続きまして、これベルナルド・シューバーからメッシ、シャビシモンズで抜け出す。で、これループシュート、冷静に。これ気持ちよくない？シャビシモンズのなんか天才感が出てるというか。もう一回見ましょう、これ。このループ気持ちいいんだよなぁ。はい、これです。いきましょう。で、この後なんですけど、これですね、このちょっと前なんですけど、この後ここでボール取ります。で、ベルナルド・シューバー、これ運ぶ、このフライパスめっちゃいいわっす。で、台入れでシャビシモンズしっかり抜け出してメッシですね。で、結構ね、ここの後俺が感じたことなんですけど、ここでネイマールでここのシャビシモンズに出すじゃないですか。この時にね、相手のこの今テオエルなんですがちょっとパスやっぱ警戒してくんない？うわ、シャビシモンズだと、フェノミナルパス持ってるからパス出してくんな、ここで、みたいな警戒してくるんで、一個これで外しました。だから内側を消してくるなっていう感じがして、まあこれ2試合ぐらい使ったんですけど、なんかね、やっぱりね、フェノミナルパス今ね出たばっかっていうのもあって警戒していきますね。はい、これフェノミナルパス、ベルナルド・シューバーでシャビシモンズ抜け出してしっかり横パス、はい、これね、ベルナルド・シューバーのとこ、ここです。これね、入ってます、フェノミナルパス。ちょっと歯医者いて歯のポジションがちょっと変わってるんで、ね、滑舌が悪いんですけども、今日これ体ひねってますね。これはね、フェノミナルパスです。はい、フェノミナルパスです。で、しっかり抜け出してシャビシモンズ、グッドです。これで相手切断でした。はい、まあ、2試合しか使ってないのでちょっと素材が全然まだないんですけど、まあ、使用感はフェノミナルパス云々置いといて普通に3人ともいいです。はい、ただガチスカに残るのは多分ペドリなんだろうなとまあ思っております。どうしてもね、ベルナルド・シューバーでも逆足がもうちょい高ければねっていうのと、シャビシモンズももう少しでもシャビシモンズはできるポジションも多いから割とスカットに残ってもいいかなとは思うんですけど、でもクライフだったりイニエスタだったり CF できる2列目から飛び出しって他にも結構いると思うんですよ。あ、僕の場合イニエスタポジトレで CF つけたんで、それが結構使いやすかったりするので、そこと比較するってなるとどうなんだということで比較してみます。シモンズ、クライフ、まずね、同じオランダ人ですよ。パスめちゃめちゃシモンズの方が高いね。スピードは5、クライフ高い。あれ、意外と戦えてないねえ。これ意外とシモンズあるな、強そう。まあ、逆足とかね、もちろん、まあ、どっちかっていうとクライフの方が強いんじゃないかなって思いますけど、でもパス数値とかね、考えると、これ追加スキルつけてあげたらシモンズ結構無双するんじゃないかなと思います。あ、で、シモンズは1試合しか使ってないんだ。で、1試合使って1ゴール2アシストしたんだ。そう。シモンズは使用感いいです、今んとこ。はい。で、そしてさっきね、ちょっと名前出しましたけども、イニエスタ。イニエスタ僕 CF つけて結構使用感良くて、まあ、今このシモンズ使うためにスカットから外してるんですけど、あ、このイニエスタじゃないですね。獲得順で。最近ね、来たバルサ、イニエスタ、こちらですね。はい。いや、イニエスタ強くない？あれ？イニエスタ強。またイニエスタはやっぱスピションが低すぎるね。シャビシモンズからプラスでマイナス5、マイナス5。うん、クライフと比較したらかなり差がありますよね、イニエスタは。まあ、イニエスタにはイニエスタの良さがある。シャビシモンズにはシャビシモンズの良さがある。だからちょうど中間、クライフの。まあ、逆足最高ですね、イニエスタも。ということで。いや、結構これ見るとありな。ちょっとシャビシモンズは当分使ってみようかなと思います。はい。楽しみ。もっとね、うわ、これまたフェノミナルパス出たな、みたいな。これもフェノミナルパスだなみたいなのはショート動画でどんどん上げていこうと思うので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。